内閣人事局は内閣官房に置かれる内部部局の一つ。2014年5月30日に設置された。内閣人事局は内閣法に基づき内閣官房に置かれる内部部局の一つである。2013年の第185回国会に第2次安倍内閣が提出し、翌2014年の第186回国会で可決。 成立した国家公務員法等の一部を改正する法律による内閣法改正で同年5月30日に設置された。国家公務員の人事は最終的にはすべて内閣の権限と責任の下で行われる。しかしすべての国家公務員の具体的な人事を内閣が行うのは現実的でなく内閣総理大臣が 国務大臣の中から各省の長である各省大臣を命じ、各省大臣が国家公務員の任命権を行使するには各行政機関の組織と人員を駆使して個々人の適性と能力を評価し末端に至る人事を実施することになる。そのため内閣総理大臣や国務大臣などの政治家が実際に差配できる人事は同じ政治任用職である。 副大臣や大臣政務官、内閣官房副長官、首相補佐官、大臣補佐官などに限られ、各省の事務次官を頂点とする、一般職国家公務員の人事については、自立性と政治的中立性にも配慮して、政治家が介入することは控えられてきた。もっとも、各省の人事をすべて官僚に牛耳られては、政治家は官僚の区靴となりかねず、 縦割り行政の弊害も大きくなってしまう。そこで、各省の幹部人事を首相官邸が一元的に掌握し、政治主導の行政運営を実現することが構想された。2008年に制定された国家公務員制度改革基本法では、この法律の施行後1年以内を目途としていたものの、その後の右与曲折を経て、施行後6年となる2014年に、 内閣人事局は設置された。内閣人事局は、総務省や人事院の出身者を中心に、約160人体制で事務を担い、審議官級以上の人事権を首相官邸が掌握する。内閣人事局は、国家公務員の人事管理に関する戦略的中枢機能を担う組織と位置づけられ、幹部職員人事の一元管理、 国家公務員の人事行政を推進するための事務、行政機関の機構、定員管理や休別定数等に関する事務などを担当する。2014年公務員制度改革担当大臣、廃止。内閣人事長の創設を提言、福田康尾安倍政権にて内閣総理大臣のもとに設置された公務員制度の総合的な改革に関する懇談会は、 国家公務員の人事制度の課題について検討を重ねてきた。政権が福田内閣に代わり2008年2月同懇段階は国家公務員人事の一元管理を謳い内閣人事長の創設を提言する報告書を策定し内閣総理大臣福田康夫に提出した。この報告書にて内閣人事長は国家公務員の人事管理について 国民に対し説明責任を負う機関として位置づけられた。内閣人事長の業務として、総合職の採用や配属のみならず、幹部候補育成や、管理職以上人事の調整、指定職の適格性審査などが盛り込まれ、総務省人事、恩給局と人事委員の関連機能の内閣、人事長への統合が明記された。また、内閣人事長の長として、 国務大臣を置くことも盛り込まれた。国家公務員制度改革基本法案を閣議決定、町村信孝同懇談会座長の岡村忠氏から報告書を受け取り、福田康夫は、志の高い人材が国家公務員のなり手となるような制度にすると表明した上で、具体化に向けよく検討したいと述べた。これを受け、内閣人事長の設立の具体案が検討される。 ことになった。しかし、内閣官房長官の町村の部高が、閣僚の人事権が弱まると述べるなど、会議的な見方も指摘された。行政改革担当大臣と公務員制度、改革担当大臣を兼任する、渡辺義美は、首相と私との間では改革の基本線で合意していると述べ、福田も、渡辺氏の考えと私の考えは一致するとの、 発言を行い、最終的に内閣人事長の新設を盛り込んだ国家公務員制度改革基本法案の提出で合意した。2008年4月3日に与党からの了承も得た上で、同年4月4日、福田康夫内閣は内閣人事長新設を含む国家公務員制度改革基本法案を閣議決定した。国家公務員制度改革基本法案の 成立国家公務員制度改革基本法案は第169回国会に政府提出法案として提出された。参議院の議席が野党優位であることに加え、与党の中にも国家公務員制度改革基本法への異論が根強いとされ、当初は第169回国会での成立が疑問視されていた。しかし、福田が成立への強い意向を示した上、 与党と民主党との間で法案の修正協議が合意に達したことから2008年6月6日に与野党の賛成多数で成立した。この修正により新たに創設される機関の名称は内閣人事長ではなく内閣官房の内部組織である内閣人事局とされた。法律は2008年6月13日に交付、施行された。 内閣人事局の設置の見送り、中馬後期国家公務員制度改革基本法では、法律施行後1年以内に、内閣人事局設置に関する法整備を行うよう、定めており、2009年度中の発足を予定していた。福田海蔵内閣総辞職に伴い公認の、内閣総理大臣となった、麻生太郎も、自由民主党行政改革推進本部の本部長で、ある。 中馬後期との間で2009年度中の設置で合意していた。しかし2008年11月、麻生内閣は2009年度中の内閣人事局の設置を断念し先送りすることを決定した。2008年11月28日、行政改革担当大臣、公務員制度改革担当大臣の甘利明は緊急記者会見にいて、 強引に21年度予算に間に合わせるのは必ずしも適切ではないと発言し、正式に見送りを表明した。議論の混乱、あまり明らあそ内閣成立後のこれらの公務員、制度改革に対し、政府や与党からも批判するものが現れた。国家公務員制度改革推進本部顧問会議の顧問である矢山太郎は、首相はこの公務員制度改革を、 あまりあきら行革賞に丸投げしたと指摘した上で、麻生氏は問題の本質を理解せず、あまり氏は逃げている。これでは日本は救われないなどと批判する論文を公表した。2009年1月15日の国家公務員制度改革推進本部顧問会議の会合の席上、あまりが改革を前進させた自負がある。どこが逃げているのか。 と、ややまを問い詰め、ややまが、麻生内閣の問題点を列挙し、行革担当省が黙っているのは、納得がいかない。逃げていると反論するなどの混乱が生じている。改革工程表の決定、麻生太郎2009年2月3日、麻生太郎が本部長を務める、国家公務員制度改革推進本部は、新しい公務員人事制度についての、改革工程表を決定した。 この改革工程表では、新たに創設される機関に、人事委員の機能だけでなく総務省行政管理局を一括して、移管することになり、その組織の,の名称は、内閣人事局から、内閣人事、行政管理局に変更され、さらに過少であることが明記された。また、内閣人事、行政管理局の長は、内閣官房副長官兼任案も議論されたが、 この規定は削除された。その後、内閣人事、行政管理局の長は、大臣政務官級とする組織案がまとめられた。この工程表について、人事院総裁の谷公氏は、政府案は、公務員制度改革基本法の範囲を超えている。日本国憲法第15条に由来する重要な、機能が果たせなくなり、労働基本権制約の代償機能も損なわれると、 強く懸念すると指摘し、人事院の意見が取り入れられなかったことに対し遺憾の意を表明した。与党からの反発肯定表によると、総務省行政管理局が内閣人事、行政管理局に遺憾されるため、公務員人事だけでなく、個人情報保護や情報公開制度も所管するとされていた。しかし、この案を与党に提示したところ、内閣人事、 行政管理局の非大化が問題視され、自由民主党行政改革推進本部から異論が相次いだ。自由民主党行政改革推進本部では、総務省行政管理局の全局移管の撤回と、新組織の長を内閣官房副長官級にすることを要求している。また、新組織の名称も内閣人事局に戻すよう要求した。 しかし、新組織の長を内閣官房副長官級にするとの案に対しては、内閣官房副長官のマイ岩尾が、公平な立場で政権と関係なく見るとなると、政治家でいいのかと指摘するなど、政府側からも反論がなされた。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙によって、政権交代が起こり、民主党を中心とした。 民社国連立政権が誕生した。政権交代によって、従来の自由民主党政権が推進していた内閣人事局構想は一時的に頓挫した。法案提出と野党の抵抗、菅義偉2012年の第46回衆議院議員総選挙により、政権復帰した自民党第2次安倍内閣は、翌2013年秋の臨時会に、 内閣人事局を新設する法案を提出することを指示し、2013年6月の国家公務員制度改革推進本部の会合で内閣総理大臣の安倍晋三は2014年の設置を明言した。11月5日、国家公務員制度改革関連法案が閣議決定され、内閣人事局の人事対象を審議官級以上の幹部職600人とし、 局長には内閣官房副長官を任命することが決定した。11月22日に法案が衆議院に審議入りするが民主党、日本維新の会、みんなの党が行政機関が増え機能不全になると批判し、事務次官廃止を柱とする幹部国家公務員法案を共同提出して政府案に対抗した。自民党は 野党との修正協議を行うが合意できず、28日には、臨時会での法案成立を断念し継続審議とし2014年の法案成立に方針を転換した。法案成立と内閣人事局設置、加藤勝信12月3日、自民党、公明党、民主党は国家公務員制度改革関連法案の修正に合意。 合意文書を交わし、2014年の通常国会での法案成立について確認した。これを受けて、2014年1月24日に、公務員制度改革担当大臣の稲田智美は、内閣人事局を5月までに設置する方針を示した。3月、法案が可決されたことを受け、5月30日に内閣人事局が発足した。当初、初代局長には、 官僚の杉田和弘が内定していたが、直前に撤回され衆議院議員の加藤勝信が任命された。元内閣参事官の高橋洋一によると、直前になっての人事変更は、政治主導を推し進めるために、内閣官房長官の菅義偉が主導したとされる。ありがとうございます。